皆さんこんばんは。こちらの音声を気になっている方は、きっと眠れない方なのですね。いらっしゃいませ。今日は私がお客様が眠くなるように少しずつ眠りに誘って差し上げようと思います。はい。ではまず目をつむってください。あなたは静かな場所にいます。そして綺麗な布団の中に入っています。あなたは今私の声しか聞こえません。さあ、まずは左手を上げましょう。まっすぐ左手を上げます。そしてその左手を頭の上の方まで伸ばします。これであなたは今一本の棒のようにまっすぐとした姿勢になっています。次は右手を上げます。そして右手は上ではなく、そのまま右の方へ落としていってください。こうすることで、あなたは今、カタカナのトになりました。素敵ですね。これは日本語のカタカナのトです。今、俺は、何をしているんだろうと思いましたね。そうです。あなたは今、何をしているんでしょう。ではあなたの両手を元の位置に戻してください。元の位置と言っても私はあなたが自分の両手をどこに置いていたのかは知りません。果たしてそれが普通に元の場所に戻されたのか、それとも場所に置かれたのではなく、何かを握って、すいません。申し訳ございません。何でもありません。気にしないでください。では、その目をつぶって、私の声に耳を傾けてください。今日は何を食べましたか？私はハーゲンダッツのアイスクリームを食べました。とても美味しかったです。あなたはいつも美味しいものを食べていますか？人は美味しいものを食べると幸せな気持ちになるので、幸福になっている時ほど楽しいことをしているとさらに幸福になります。これは幸福の二重という意味になります。すいません、何を言っているか私もよくわからないです。ただいまお客様の耳にとにかく聞いていて落ち着くようなセリフを考えて話しています。でも決して言っていることの中身は一切ありません。なので聞いている方はあまり深く考えずに私の話をお聞きください。なんなら聞かなくても大丈夫です。今日は天気でしたか？私の住んでいる場所は天気でした。とても暑くて、とても嫌なので、外から出ていません。だから正直、外が暑かったのかどうか、ぶっちゃけよくわかっていません。でもいいんです。きっと今日はいい天気でした。どうですか？そろそろ眠くなってきましたか？よろしい。ではそのまま早く眠ってしまってください。そうでないと私はこのお話を終わらせることができません。はい。ありがとうございます。では、
このまま続けましょう。どうやらあなたは、起きないまま、なんなら、俺のニーニーが起きている、たわごとを言っているので、そのニーニーを、沈めたいと思います。はい、ニーニーは元気にしていますか？一日どのくらいニーニーは起きていますか？25回、それは病気ですね、きっと早く病院に行きましょう。私には手立てがないので、病院に行ってちゃんと先生に見てもらうといいですよ。大丈夫です。先生が見る前にまずは看護婦さんが見てくれるので、きっと素敵なナースさんがお兄さんのニーニーを見てくれて、あら、でも小さいわね、なんといったことは言わないので心配ありません。元気を出してください。では続けます。さっきから言ってることが意味わからない。当たり前ではないですか。こちらは眠くなるために適当なお話を作り上げているだけの安眠ボイスです。私にいろいろな内容や面白みや、それまた眠くなるような素敵なリラクゼーションストーリーを求められても困ります。ふざけたことは言わず、早く声を聞きながら眠ってくれることを私は祈っています。ありがとうございます。寝てください。あら、お客様疲れて少し眠気が添われてきたんじゃありませんか？よかったです。ぜひこのまま眠りについてくれることを私は祈るので、小さな声で子守歌を歌いますね。では子守歌を歌います。すいません、子守歌が思いつきませんでした。なのでここは子守歌ではなく、私の鼻歌でも聞いていてください。ピー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 、はい、レースが始まりました。どうぞ好きな自由に走る準備をして構いません。というかレースが始まっているので、もう皆さん走っています。あなただけがとても遅いですよ。そんなところで転がっていないで走ったらどうなんでしょうか。すいません、子守歌のはずでした。忘れていました。申し訳ないです。ではこのまま眠くなるように、これから本格的にお客様を眠りに誘いたいと思います。いいですか？一番古典的なやり方ですが、これが一番人が眠くなる方法だと思います。ではお聞きください。羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹、羊が四匹、羊が五匹、羊が六匹、羊が十八匹、羊が二十二匹、羊が五十五匹、羊が百二十一匹、羊が282、羊が683、羊が1000匹。はい、羊が1000匹になりました。こちらはもう数える元気がありませんので、今日はこのくらいで許していただきたいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。こちらとしては最後まで聞かれていると困るので、ぜひどうか眠りについていてほしいなと思います。私の仕事はお客様を眠りに誘うこと。もし眠りにつけていないのであれば、私は AI なので不良品として破棄されてしまいます。どうか眠りについてください。眠りについてください。ありがとうございました。